イスラエルの大統領は、イスラエルの原種たる大統領を、イスラエルに居住するイスラエル国民であれば立候補が可能である。大統領は、クネセトにおいて、過半数の支持を得た候補が選出される。1、2回目の投票で過半数を得た候補がいなければ、3回目の投票において最も多く得票した候補が選出される。任期は7年で再選は禁止されている。 1999年までは、任期は5年であり、2期までの再選が認められていた。副大統領職は設置されておらず、死亡、辞任、解任などの理由により、大統領が職務執行不能となった場合には、クネセト議長が代理として職務に当たる。大統領としての的確を著しく書く場合、または職務遂行が困難となった場合には、クネセトで3。 4以上の賛成を得れば、大統領を解任することができると憲法に定められている。イスラエルの大統領は、儀礼的存在として憲法により、職務が制限されているため、実務は、首相が担当する。クネセトの開会式の開会宣言、外国大使の信任状を受理、議会が採択した法律や批准した条約への署名、大使、裁判官、中央銀行総裁の任命、 法務大臣の勧告に基づく受刑者の特赦者と、原刑などが公式な職務である。大統領がこれらの職務を遂行するにあたっては、関連閣僚の助言、勧告のもとに行われることが通例となっている。大統領執務室、ありがとうございます。